よし、じゃあやっていきましょう。神聖かげろう縛り。今週の縛りは、音量ゼロ縛りをやっていきたいと思います。やばいでしょ、これ。音量ゼロ縛りのコメント結構リクエスト来てたんですけど、音量ゼロといえば、聖域と。聖域で、千里眼のね、あの歌が聞こえない状態でできるのかっていう。で、もちろん、達成の証とか一切つけずに、やっていきたいと思います。まあ、シラもやってみたいけど、一旦挑戦者で、クリアできたら、まあ、シラとかいつかね、音量ゼロプラス何かみたいな感じでやっていきたいと思います。では、行きましょう。GO!何にも聞こえない。ピローンすらなかったですね。多分ね、あの、編集で、この聖域の本来のなんかあの、薄い音あるじゃないですか、BGM。それは、多分、編集で流すと思います。あえてなんかつけるっていうか。全く無音だとちょっとは、あの、あれなんでね。放送事故になっちゃう。で、ここどこだ?なんか明るいな。まあ、とりあえずどんどん。いや、そっか。体力も。でもまあ、修羅じゃないから。緑葉っぽいんじゃない?すごい。ああ、ここあれか。泣き女さんのとこだ。やばい。ここであんまり走るとやばいから、ちょっと、左の方面行こう。ああ、でもあの、鉱石だけ欲しいような気がするけど。一旦左行こう。ここら辺ちょっと。探索して、まあ、音量ゼロ縛りといえばね、旧かげろう縛りの、あれがきつかった。いや、きつくないんだ。余裕かなと思ったら、ダメだったっていうね。旧かげろう縛りの音量ゼロ縛り。皆さん見てみてください。多分超びっくりすると思う。自分の得意のね、深淵ステージだったんですけど、まあ余裕ぶっこいてたら、っていうね。見えない。あったあった。鍵。来たんじゃない?で、よくここで、あの、爆竹?どうして爆竹使わないんですか?とか、爆竹、虫に使いますよ?とかっていう人、結構いらっしゃるんですけど、ここ大丈夫かな?行って大丈夫か?なんか怖い。ここ、まがたまなかったら怖いな。ただの、いや、行こう。もちろんね、その爆竹使うっていうことは分かってるんですけど、どうですよ。爆竹をね、使うっていうことは、徘徊者がね、来ちゃうっていうことなんですよ。だから、使わないと。で、よくね、これ、この猫の鈴、コメントで、なんか鍵取り忘れてますよ、みたいなコメントもいただくんですけど、そういうことじゃないと。ああ、やっぱ鍵使っちゃった。ここか、ここ。あ、たった。うわ、あ、やっちゃった、まただ。鍵使っちゃった。で、その鍵は、鍵じゃなくて、チラ見した猫の鈴と。あ、猫の鈴だね、と思って。多分、あれ金色だったから、多分ですけどね。お、いいね。多分、見間違いしてるのかなと。俺は多分、見間違いは、しないかな。もちろん、あの、他のことを言ってる可能性もあるけどね。視聴者さんが、あの、別な棚のとこにあったよ、みたいな。うー。音は聞こえなくても、あなたの、あれは見えてました。なんか、昆虫だよね、昆虫。ただ羽が、やばそう。で、ちょっと、走っていこう。
うわぁ、鍵使っちゃったよ。こう、運がない。あ、でもいいね、ここ。こうの。まあ、って言っても、千里眼だったらやばいけど、一応、鏡があるから。で、これも、これもメンチュー。ウォンチュー。ニャンチュー。ニャンチュー。ニャンチューでいいんじゃない？あ、消えた。一瞬消えた。羽だけピロっていう。なんか昆虫がさ、羽ばたく、あれみたいだね。で、ここは鍵じゃなくて。あー、うん。鍵が欲しいです。あー、でもここ。まあ、いいか。どっち行く？今コンパス持ってると思っちゃった。あー、あれ鍵じゃない？これは鍵だ。これはちょっとダメージ負ってでも行く。で、一旦戻った方がいいね。多分。あそこレバーがあるから、いいと思う。一旦戻って、マガタマを取って、って水が水位が上がってきちゃうけど、ここにレバーがあるからいいんじゃないっていう。で、ここ一応通常の徘徊者が来ても一応大丈夫と。千里眼以外はね。で、どこだっけ、ここだ。ここはさすがに、お、いいね。しかもコートで水が来ちゃうん、あー遅い、水が来ちゃうんだけれども、こうで、ここにレバーがあるといいんじゃない。結構順調。よいしょと。で、おー、いいね。結構いい。で、またちょっとここを通んないといけないけど。とりあえず一個。こっち見たんだもんね。さっき見たんだよね。皆さんゴールデンウィークはいかがゴールデンしてますか？自分はね、あの5連休。もしかしたら月曜日も休みになる可能性もあるんですけど、一応5連休。要はあの1日から、本当に。1、2、3、4、5と、日曜日まで5連休。で、その1日、2日、編集で吹っ飛びましたと。いや、きつかった。お、いや、ねじりはきつい。おー、きっ、あー、うーん、ただ持ってるんだ。持ってるけど、一応、ここに、鏡があるよっていう。火曜日の夜から5時間かけて検証して、で、次の日。9時。朝の9時から、ずーっと夜の12時までだから12時間の15時間編集してても間に合わないで間に合わず。で、その次の朝また9時から、いや、さすがに2、3時間で終わるでしょうと思ったら夜の7時までかかったっていう。うわ、あ、危ねえ。やべ。あ、これ欲しい。で、体力。体力は、6時だから、6時、OK。いいんじゃない？で、この近くに曲がたまないかな。
あれ欲しい。こう。こう、いいんじゃない？アイテムがいい。で、あれはいらないから、こっちね。いいね。で、確かここがワープだ。ワープだけど、あ、どうしよう。曲がったも、あ、いいんだ。大丈夫だ。ここは大丈夫だ。なぜかっていうと、今水、水位は上がってこない、曲がったもの番だ。で、これは？おー、いいね。だからここはもう一回こういけると。OK。水位を下げた、水位をね、水位が上がんないっていう。で、そこはなんだ？あ、メンチュー。鍵。来たよ。来てる。あ、今足音鳴らしちゃったかな？これはどういうやつだろう？一旦ここにいよう。どうせここで鏡使ったと思えばいいから、今足音で、走っちゃったから足音で来るんだったら、カグラスーさんか、ナキオナさん？ナキオナさんいたっけ？あ、でも走りまで徘徊者かな？千里眼じゃないっぽいね。あ、この速さは走りまで徘徊者っぽい。チラ見？チラ見とか。いいね。ただ体力。これも、メンチュっぽい。メンチュかどうかは、横から見れば、足がついてたらメンチュ。で、足がないから、ウォンチュ。あ。ここ大丈夫？泣き女さんとかじゃない？で、今、多分、どっちだ？これ逃げた方がいいか。こっちからも来てる可能性あるからね。ただこの速さは、どっちだ？どっちか来てる？近づいちゃってる？あえてこっちから。確か進んだ時に、いたから、あ、これはカグラスーさんかな。そうだね。千里眼じゃなくてよかった。オッケー。で、こう。順調だけど、今12分。やばいね。今回ちょっと、最近、動画時間が長いからやっぱ30分以内に終わらせたい。うわ、泣き女さんゾーンじゃない、ここ。あれ、そうでしょ？あそこそうだわ。厳しいな。でも、行こうか。一旦、ちょっと準備だけ整えて、どこに投げる？ここに投げよう。の前に、一旦このタンスだけちょっと、ないと。そしたらここに。ただだよ。別の徘徊者が来るかもしんない。あ、ここやばいかな。爆竹が鳴ってる時間、この間検証したばっかなのに、来てる。やばいぞ。ここにいる、ここ。で、もし千里眼だったらこれ使う。いや、うん、そうだね。千里眼だったらこれ使う。お、千里眼っぽくない。どっちが来るかわかんない。
鏡が割れてるっていう。ドキドキ、ドキドキって、ドッ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 っていうの、ないっすかね、BGM。ずっと同じ BGM のはず。あー、これそう。カグラスーさんであってほしいな。あ、オッケー、カグラスーさんでした。よかった。あ、でも今度は千里眼かもしんないね。どうしよう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 。千里眼、あ、千里眼だこれ。違かった、違かった。今一瞬開けてきたの千里眼かなと思った。びっくりした、今。でもここは見えないけど、見えないけどだよ。まだこの明かりがイコール、カグラスーさんのみじゃないからね。千里眼プラスかもしんないからね。あっち行ってるね。いいよ。近づいてくるのがさ、わかるね。徘徊者たちの、それぞれの明かりがあるからすごい助かる。で、こっち。で、あそこにいるかんね。ここは。あ、ここに、バカだ。ここに投げればよかった。ね。鍵使わなくてよかった。で、鍵ある。お、で、で、また水がバッシャン。え、来てる。来てるぞ。なぜ。なぜだ。来てる。あ、来てる。千里眼だったらやばいね。いるね。ただ通ってるだけなのか、カグラスーさんが通ってるだけなのか、何なのか。お、あ、いなくなった。よかった。じゃあ、あとまっすぐ行こう。多分時間的にあと1回死んだら終わりって感じかな。こっちね、あとまっすぐ。さっきの徘徊者がどこ行ったか分かんないね。で、で、何かある。あれなんだ。あ、あれ関係ないか。赤か。で、いいね。ああ、一瞬今鍵かなと思ったら、違かった。あ、とりあえず、こっち行こう。あ、走んない方がいいかな。シャーンって来たら、時間だけ。ほら、ほら、これだとしたら一瞬どっちが赤か分かんなくないですか。やばい、走っちゃった。走っちゃったね。走って気がつかれたパターンだから、これは待ちます。あ、あー、どっちだろうね。今一瞬消えたけど、千里眼が近づいてこようとして、一瞬範囲内から範囲外に変わったけど、迂回したことによって近づいてきたパターンなのか。で、こう、まあ、開けるときわかるからね、近づいてきたら。おー、わー、どっちだ。わからない。多分外で走ったから、近くに来ても。あー、千里眼っぽいな。
来る。あー、やべ、近づいてる。画像が荒くなってる。画面が荒くなって、開けてきたら、千里眼。あ、ただ確認しに来てるのは、神楽鈴さんか。よかった。そうだよね。めっちゃ荒いよ、今。お願い。開けないでね。あ、よかった。画像荒いのがなくなったね。オッケー。わかんないよ。また来るかもしんないからね。やめてください。オッケー。運がいいぞ。で、こっち。これちょっと取っとこう。いいね。で、まだ近くにいるから、走らないようにして、ね近くにいるからね。こっちなんだよね。OK。来てる？走り回る徘徊者の場合あるからね。あー、やばい。これはわかんないぞ。通ってるだけなのか、千里眼なのかわかんない。いいね。まだ近くにいるから、これ俺がやっぱ近づいたことによる。やばい。あ、いる。なんかいそう。いるんじゃない？いや、なんか、めっちゃ近いぞ。荒いよ。セニガンじゃないの？ほら、荒くない？え、荒いぞ。あ、超荒い。いや、千里眼だ。千里眼でした。やばい。で、どこだ、ここ。こうか、右。もしかして、右の方に来てる？右っていうか、東。で、あとはもうカメラしか負けるやつがないから今のうちちょっと。で、体力もやばい。あ、階段あるな。上行こう。ちょっと上行こう。あ、ここいいんじゃない？ここで、多分ここに水晶がある。ここを引くと、ここがガラガラガラってあって、その奥に、水晶がある。水晶はいいぞ。マガタマも必要だけど、水晶が欲しい。OK。これで、一回は死なないぞ。まあ、間違って使うときあるけど、でだよ。どっちだ、どっち。あ、こうか。こう。こうね。で、こっちから行こう。あー、でも、鍵が欲しいね。鍵ないっすか？あ、いいね。コート。運が味方してくれているのか、何なのか。こっちだね。こう。
あと2個曲がった。あ、ここにあるね。ただ、鍵がないから多分行けないかな。今、走っちゃったね。どっちだ、どっち？逃げた方がいいのかわかんないんだよね。あ、そうだ。嘘。うっそー、水晶使えなかった。あー、マジでカゴの中で水晶使えないんだ。やっぱ、うわ、出て使わないといけなかったんだ。うわ、きつかった今。ただまだあと6分あるから、とりあえずね、これが最後のチャンスっていうこと で右から行こう。いやー、あれ、どっちが行ったんだっけ？うっそ！早く、あ、そうだ。これは多分、泣き女さん。これは多分、泣き女さんに見つかっただけ。多分ね。それで死んだらもうどうしようもない。ただ、近くに来てるかもしんない。どっかで泣きやんだ。ここね、ほんときついんだよね。やばい、千里眼がやばいね。まだね、泣き女さんが近くにいるから、こんなもんかな。鍵ある？なさそう。最後のチャンス。多分ね、まあ、十中八九クリアはできないと。難しい。鍵。あー、コンパスか。うわ、危なかった。泣き女さんいるよ。どうしよう。ここまで反応するかどうか。言ってるね。OKOKOK。言ってるけどだよ。別の徘徊者が来ちゃう可能性がある。早く。爆竹だけでも、早く。今ここ、泣き女さんいます。OK。あ、無言になっちゃう。オッケー、いいでしょ。そこで入っててもらうっていう。なんか画像荒いな。で、オッケー、曲がったまま。嘘、来てる。一旦こっち行く。ここ行き止まりじゃないよ。OK。一旦奥に行かないと厳しい。あれ、何？あ、びっくりした。泣き女さんかと思っちゃった。で、上に行こう。上取ったっけ？あ、上は何もないんだ。早く。うっそ！やばい。マジでやばい。やばい、もう何もないっす。あー、ごめん。ほんとごめんなさい。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。ちょうど28分。いや、厳しいっすね。途中までね、結構運が良くて、徘徊者に出会わなかったんですけど、やっぱ後半ちょっとやばい。いや、カゴに入ってた時に水晶が使えなかったっていうのがね、ちょっとね、悔やまれますね。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。